歩けなくなる前に内ももをほぐしてください。世界から痛みをなくす、どうも整体師児玉です。今回はですね、歩行時間1分から18分、内ももほぐして歩けるように、脊柱管狭窄症の間欠性跛行の治し方は内ももストレッチ、かなり痛いが効果絶大です。これをご紹介していきたいと思います。あなたはですね、歩くたびに足の痛みが強くなって休憩するとまた歩けるんですけど、また歩くと痛みが出てしまって休憩する、こういった歩き方していませんでしょうか。毎回痛いのも辛いし、歩いてる姿もおじいちゃんやおばあちゃんみたいに腰が曲がってしまって、こんな姿勢で歩きたくない、また将来ね、寝たきりになってしまうんじゃないかとご不安に感じていらっしゃる、もう手術しかないんじゃないかなって不安に感じているところ、あなたはございませんでしょうか。そんなお悩みは今回ご紹介する内ももケアで終わりにしましょう。この内ももケアを徹底的にやってください。実はですね、脊柱管狭窄症というものは手術しなくても改善するんです。ストレッチやマッサージや筋トレなどのリハビリで十分に歩けるようになるんです。これはですね、私のたわごとではないんです。当院に来られる患者さんをはじめとして、他の病院さんや整骨院さんにもリハビリを受けて歩ける距離が伸びました、歩けるようになりましたよっていう方たくさんいらっしゃるんです。しかしね、一方でリハビリを受けても全然良くならなかったっていう方いないでしょうか。あなたももしかしたらそうじゃないでしょうか。その違いは何なのか。今回はですね、かなり痛いセルフケアではあるんですけど、内ももをほぐすだけで歩く距離が伸びます。これをやってね、歩けるようにしましょう。諦めないでください。今回の内容はこのような感じになっております。それではやっていきましょう。ではまずですね、脊柱管狭窄症による間欠性跛行というものがなぜ起こるのかというお話をしていきたいと思います。間欠性跛行というものはですね、先ほどお話ししたように歩いている最中に足が痛くなったり、しびれが出てしまって、そして休憩する、で休憩するとまた痛みやしびれが引いていって歩けるようになる、でまたちょっと歩くと痛みやしびれが減る、こういったことを間欠性跛行と言います。でこの間欠性跛行がなぜ起こるのか、それはですね、反り腰になってしまうからなんですね。反り腰というものは何なのかというところからお話しします。反り腰というものは腰の骨が必要以上に反り上がってしまっている状態のことを言います。普通にしているとですね、腰の骨というものはある程度まっすぐなので、このようにですね、体がまっすぐになるわけです。じゃあまっすぐであるとどうなるのかというと、特にですね、脊柱管を狭くすることもないんです。血管や神経を圧迫して潰すようなこともないんです。しかしですね、反り腰という状況になってしまえばどうなるのか、腰の骨の間が狭くなってしまって血管や神経を圧迫するということが起きてしまうんですね。まっすぐだと問題ない、しかし腰が反り上がるからこそブズッと圧迫してしまい、神経や血管を抑えてしまって痛みやしびれが出るんです。まっすぐ歩いてたら問題はないんです。腰を反り上げた状態で歩こうとするから、腰の骨のところがギュッと狭くなってしまって痛みやしびれが出て休憩しないといけないんです。でも休憩するとなぜ痛みやしびれが減るのかというと、休憩をするということは座るということですね。じゃあ座ったらどうなるのかって言ったら、さっきものすごい反っていた腰が軽く丸くなることによって、この腰の脊柱管の部分の神経や血管の圧迫というものがなくなるわけですよ。だからこそ休憩しているうちに、あれ、痛みやしびれが引いてきたなってなるんです。よし、じゃあ歩こうか、よいしょと立ち上がった時にまた反り腰になるんですね。じゃあ反り腰になるとどうなるのかというと、骨の間がまた狭くなった状態で歩き続けようとするから、また骨の間だったり脊柱管の間が狭くなることによって神経や血管を圧迫して、あたた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 ってなって、また休憩しなくちゃいけないということになるんです。そうなんですよ。実はですね、間欠性跛行というものは姿勢の悪さから起こることもあるんです。その姿勢の悪さというものは反り腰だからなんです。
つまり脊柱管狭窄症の間欠性跛行を治すためには、歩けるようになるためには、この反り腰を治して体をまっすぐにしていくことが大事なんですよっていうお話です。では次に、なぜ内ももをほぐせば間欠性跛行、足のしびれや痛みが取れていくのか、歩けるようになるのかっていうお話をしていきますね。それはなぜなのかというと、内ももの筋肉がついている部分に問題があるんです。実はこの内ももの筋肉が硬くなってしまうと、反り腰を起こしてしまい間欠性跛行を起こすからなんですね。内ももの筋肉、ちょっとこの辺に画像を出します。この辺にこんな感じの筋肉がついてるんですね。で、ここの筋肉、じゃあ絵で言うとどういう風になってるのかというと、この辺りです。ちょうど骨盤の前の辺りから太もものこの付け根のところにかけて斜めにね、スッとなっているわけです。ここがですね、縮こまって、硬くなって縮こまってしまうということは、骨盤を前に倒してしまうんですね。じゃあ骨盤が前に倒れたらどうなるのか、腰の骨はぐーっと反り上がってしまうんです。しかし内ももの筋肉が柔らかい状態だったらどうなるのかというと、骨盤は特に前に倒れるわけなく、まっすぐになるわけなんですね。じゃあまっすぐになったらどうなるかというと、腰の骨もまっすぐなわけです。内ももが硬くなって縮んでしまうと、骨盤が前に倒れて反り腰を起こして脊柱管狭窄症間欠性跛行なんですね。で、内ももが柔らかいと骨盤がまっすぐに、腰の骨もまっすぐに、痛みやしびれが起きません。歩ける距離が伸びますというお話なんです。実はですね、こういったことを知っている病院さんや整骨院さんやリハビリをする施設などは、手術をいきなり進めるようなことはしないんです。まずリハビリしましょうっていう話をするんです。で、リハビリで良くなるんだったら手術はちょっとやめときましょうっていう判断もできたりするんですよ。でも、こういったことを知らないところはもうすぐに手術しましょうって話をしたりするんですね。そう、だからこそね、まあ何が言いたいのかって言ったら、内ももほぐしましょうって。内ももほぐしたら骨盤がまっすぐになる、腰の骨もまっすぐになる、狭窄症がひどくなるっていうことを防ぐことができるから、間欠性跛行も出ないということなんです。だからこそ内ももの筋肉をほぐしてあげれば、あなたは歩けるようになるということなんですね。だからこそ今から何をするのか、内ももケア一緒にやっていきましょう。簡単にできるんで、準備はいいですか？では内ももケアやっていきたいと思います。動きやすい格好と動きやすい場所をご用意ください。ではやっていきたいと思います。まずは、股割りをしていきたいと思います。足を前後に開いていただいて、そして前に重心をぐーっと乗せていきましょう。アキレス腱を伸ばすストレッチと似ています。このようにしてあげることによって、後ろ足の内ももの筋肉が伸びてくる実感が出てくると思います。こうして、ね、内ももをしっかり伸ばしていってください。そして体の重心を前にぐーっと伸ばし、内ももが伸びている状態、もしくは足の前かが伸びている状態が出ましたら、このまま10秒間ぐーっと伸ばしていきましょう。OK です。次反対向きます。反対向いて、そしてまた前に重心をぐっと持っていきましょう。この時に気をつけてほしいのが、体が前に倒れないようにしてください。少し後ろに倒しながら前に重心を持っていきましょう。そしてですね、このストレッチをしている時にちょっと痺れが強くなりますとか、痛みが出てしまいますという時は、体を前にしていただいても、もしくは重心を前にかけるということをやめていただいても大丈夫です。ゆっくりとで結構です。痛みが出ない程度、ご自身が続けられる程度でいいのでやっていきましょう。ではこれも10秒間ですね。しっかり伸ばしていってください。はい、 OK。 ではもう一度、もう一セットやりますよ。反対側向いていただいて、背筋を伸ばして重心を前に持っていきましょう。この時にしっかりかかともつくようにしてくださいね。そして太ももの前、もしくは内側が伸びるような状態を作ってあげて、しっかり前に重心を伸ばしていきます。これいける範囲ですよ。無理しないようにしてくださいね。これも10秒間です。OK。
剣位次反対。同じように重心を前に徐々に乗せていきましょう。太ももの前、内もものあたりが伸びている感じが出れば OK。 これで10秒間伸ばしていきます。はい、 OK です。次は四股踏みを行います。四股踏みはお相撲さんがやっているような四股踏みと同じようにします。そしてこれでやっていただく時のポイントはですね、しっかりとですね下げることなんです。まずは肩幅に足を開く、もしくは肩幅にも少し開き目の方がいいです。そしてゆっくりと腰を落としていきます。でこの時にですね、膝よりもお尻が少し下がるくらいまで下げるのが理想なんですけど、これでも無理はしないでくださいね。しっかりと腰を落とし、すると股関節のこの辺りが伸びたりよく効いてる感じが出ると思います。これが出ればこの状態でまず10秒間いきましょう。いきます。はい、OK。 一度体を戻してもらって、ふーっと休憩していただいて、そしてもう一度渡りを行います。足を肩幅ぐらいに広げてもらい、ゆっくりと腰を落としていきます。できるだけ下に下ろしていくようにね。でそして内もものあたり、股関節のこのあたりが伸びてる感じが出れば、このまま10秒間伸ばしていきます。はい、OK です。次はですね、四股踏みひねりを行います。四股踏みをさらに強く効果を出させる方法ですね。まあ、まずちょっと見てください。どのようにするのかというと、さっきみたいに四股踏みの体勢を取ってあげて、かつですね、膝を内側に入らないように外にグッと押し出してあげて伸ばしてみましょう。たったこんだけです。はい、さっきの四股踏みに膝を外にグッと押し出して、これが四股踏みひねりです。では一緒にやっていきましょう。足を肩幅大ぐらいに開いていただいて、そしてゆっくりと四股踏みを行います。そして肘をですね、この内もものあたりにパッと当てていただいて、少しだけ外側にですねグッと押さえるようにします。そうすると内もものあたりが伸びてくると思います。でこの内もものあたりが伸びてる感じが出れば OK。 このままの状態で10秒間いきます。と思うんですけどね、ちょっと頑張ってくださいね。 OK。 じゃあ10秒経ったので戻します。ね、これやってると結構汗とかかいてきますからね。では2回目いきますよ。はい、じゃあゆっくりと落としてもらって、肘を内もものあたりにつけて、外側に向けてグーッと押して開脚してあげてください。そしてこのまま10秒です。関節のところに効いてくる感じが出ると思います。はい、 OK です。そして次はですね、あぐらバタバタというものをやっていきたいと思います。どうやるのかというと、このようにですね、足を揃えてもらって、足をこのようにバタ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 とするだけです。たったこれだけで結構です。ではやっていきたいと思います。あぐらをかくようにですね、足を曲げていただいて、足の裏と裏をペタッと合わせて、合掌のような動きですね。で合わせた状態でしっかりとね、かかとをご自身のこのお尻の方に、お尻の穴の方に向かってグッと引き寄せてあげてください。でもしこれもできる範囲でね、無理しちゃダメですからね。痛くなるようなことだったらすぐやってくださいね。で痛くない程度に、痛気持ちいいなと思うぐらいが理想かなと思います。しっかりかかとをね、お尻の方にグッと寄せてあげて、そしてこのつま先の部分をね、両手でスッと持ってあげてください。そうすると固定できます。で固定した状態で、できるだけ背筋をグッと、胸を張る、背筋を伸ばす、お腹、おへそを前に突き出すという体勢を作ってあげてください。でこの状態で足をバタバタバタってするだけです。これは30秒間やってみましょう。はい、ではいきます。できる限りね、大きくゆっくりしならせるようにバタバタとしてください。波打つような感じでね、バタバタバタっと仕上げてください。
何度も続けてるうちにちょっとずつちょっとずつ足がね開きやすくなってくる。膝がね地面につくような感覚が出てくるはずです。もうゆっくりで結構です。ゆっくりゆっくりのんびり伸ばしていきましょう。リラックスして足をバタバタ30秒間頑張りましょう。はい、 OK です。お疲れ様でした。これで内ももケア完成でございます。ということで今回の内容をまとめてみたいと思います。今回の内容のまとめはこちらです。間欠性跛行がなぜ良くなるのかというと、背骨の狭窄を緩和させることにつながり、痛みやしびれが引いていくということなんですね。ではその反り腰を解決するために何が必要なのかというと、内もものケアだと。内ももをしっかりほぐしてあげることによって骨盤が正しい位置に戻りやすくなり、腰の骨もまっすぐになり、背骨の狭窄が緩和され、間欠性跛行、痛みやしびれが引いて歩ける距離が長くなるというお話でした。だから内ももケアをしましょうねっていうお話ですね。というのが、今回ご紹介させていただいた歩行時間1分から18分、内ももほぐしで歩けるように、脊柱管狭窄症の間欠性跛行の治し方は内ももケアだというお話をさせていただきました。今回の内容のようにですね、当院では、手術せずに根本的に体のケアで治せる方法をご紹介していきたいと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方、高評価の方もよろしくお願いいたします。またですね、わからないこととか気になること、質問等ございましたら、コメント欄に、コメントください。私がお返事するということは今はやっていないんですけども、しっかり見させていただいて、そちらのコメントを参考に動画作り、質問の返答などをやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。またですね、さらにですね、脊柱管狭窄症をより早く根本的に治していきたいと思っているあなたはですね、よかったらですね、無料のメルマガビデオ講座にご登録ください。こちらのメルマガを登録していただくことで動画が配信されて、その動画を見てセルフケアを実践することによって、実は脊柱管狭窄症は痛みやしびれがなくなりましたとか、手術せずに治りましたとかっていう声もいただいたりしています。もしよかったら、ものは試しですので、無料のメルマガ動画講座やってみてはいかがでしょうか。無料メルマガビデオ講座については概要欄のところとコメント欄のところにリンク貼っておきますので、よかったら覗いておいてください。ということで今回の動画をご覧いただき本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。